こんにちは、YouTube リコです。今日ですね、高1、高2、そしてこれから浪人する人に向けた早稲田の必勝法という話をしていきたいと思っています。サムネイル、タイトル見ていただければわかると思うんですけど、この春のこの時期から順当にやるべきことをやっていけば早稲田に9割受かる勉強法という話をしていこうと思っています。今日はですね、全科目全般的な話をして、次の動画以降でね、各科目についても話していこうかなと思っています。なぜこの動画を今撮ろうと思ったのか、これにはね、深い理由があります。まずね、こちらのデータ見てほしいんですけども、まあ、うちの予備校の累計打率なんですが、まあ、比較的他の予備校よりも高い状態だと思います。でもこれは約8ヶ月受講した方の成績になるんですね。やはりうちの予備校も4月になってからとか5月になってからとかね、ちょっとこう、ワンテンポ遅く本格的に動かれる方が多いので、8ヶ月のデータを集計してるんですが、この時期、2月、3月からね、本格的に始めて、約12ヶ月以上ね、しっかり取り組んだ人っていうのは、合格率9割を超えてるんですね。じゃあその違いは何なのか、勉強法は一緒です。やっぱり勉強量ですよね。これが、やはり8ヶ月と12ヶ月では大きくね、異なるわけです。この時期に開始することに、やはり一番の意味がある。そう思って、この動画を撮っています。僕自身は偏差値39というね、非常に低い私立高校に入学し、その高校で下から2番目というね、とてつもない低い状態、全国偏差値で29という状態から、僕はその高校で初めてね、早稲田大学に合格しました。アルファベットの P と Q の向きがわからないとか、LMN がどの順番かわからないとか、九九も8の段を間違えるとか、そういう状態から僕は勉強して、そしてこの9割から勉強法というのを編み出して、自分の第一志望の大学に受かるわけですが、こんな僕でもできたことだから、あなたにもきっとできると信じてこの動画を撮っています。で、今日一番お話したい点というのは、受験戦略、何を優先し、何を軽視するか、時期によって違うって話をしていきたいと思っています。基本的な戦略としては、英語と現代文、これを先に仕上げて、選択科目や古典は後半に仕上げる。これがまず大きな戦略です。この戦略のいいところは、配点の高い英語長文や現代文を先に仕上げることで、合格最低点、たどり着きやすくなるし、一度ね、これらの科目は成績を伸びると下がりにくいので、非常に復習の時間が少なくて済む。そして後半になればなるほど、暗記の比重の高い科目をやることで、フレッシュな記憶の状態で試験に読みやすいから、と言えます。また人間は、4つとか3つのことを同時にやるよりも、1つや2つに集中した方が、はるかに成果を上げやすいっていう、そういう特性も踏まえた戦略になっています。具体的にはね、こういう流れになっています。まず上から順番に説明しましょう。まず、春はですね、英語、そして現代文に集中していきましょう。この時期は、もうこの2つだけでも構いません。英語はですね、基礎から標準的な英語長文を読める、あるいは英文化書ができるところまでやっていき、現代文は、正直中学レベルの現代文がここの時期で仕上がれば問題ないです。中学レベルの現代文ね、ほとんど、まあ8割ぐらいの人はね、結構抜けがあるので、ここをしっかり埋めていくことで、後々成績はすごく伸びやすいです。やっぱり現代文というのは言葉ですから、その言葉を磨くということは、各科目の勉強もはかどっていくということを意味するからです。で、夏、6、7、8ですね。ここはもう、英語長文、センター、マーチ、そして総計というふうにね、その志望ごとに、まあ、どんどんランクを上げていって、この時期で英語長文を仕上げていく、ぐらいの気持ちでやっていくといいと思います。そして現代文も求められるレベルまで仕上げていく。そしてね、同時にですね、選択科目、まあ、社会、特に歴史ですね、かなりボリュームが多いので、この時期は、流れをつかむとか、漫画とか、そういう全体の大枠をつくむことを趣味程度にね、始めればいいかなと思います。で、ここで主要科目、ある程度目処をつけて、秋の9、10、11、ここではですね、英語と現代文はもう比重が下がってますね。そして、古典を開始し、選択科目、全力投球していく時期ですね。で、ここまで来ると、もういよいよ受験も後半戦だなっていうふうな形になります。そして、冬。12、1、2、月ですね。ここは、英語と現代文は、もう過去問をしっかりやっていくと。そして、英語に関しては、文法問題とか、英作文問題とか、そういう枝葉の問題にも対応しながら過去問演習を中心に進めていく。現代文はもう過去問を中心にやっていく。で、これらは、この時期では、本当に割合としては低い状態で、古典を本格的にする。そして、引き続き、選択目は全力投球していく。こういう形で仕上げていけば、着実に合格力というのは身についていくと思います。で、具体的に、どんな参考書をどういうふうな時期に、どうやってやればいいのか、っていうことについてはね、次以降の動画で詳しく話していこうと思っていますが、とにかくこの流れ、この流れが非常にね、合格率を左右するので、ぜひ理解してほしいし、わからなかったらコメントで質問いただければ、しっかり答えていきたいと思います。最後にね、今何からやればいいのかってことについてお話したいと思います。この時期に基礎を徹底的にね、叩いていけば高いね、合格率で志望校に合格することができる。まあ、詳しい実績は概要欄を見ていただきたいと思うんですが、これはあくまでも先ほども言いました通り、8ヶ月の人たちがベースの数字なので、今からやれば12ヶ月近くありますので、もっと高いね、打率で
志望校を認めることができます。で、今自分の基礎学力、どこが抜けていて、どこが抜けてないのか、よくわからないという人、結構多いと思います。基礎をゼロからね、やり直すっていう人はむしろ少ないので、抜けてるところだけピンポイントでやっていけば、効率よく成績を上げていくことができます。もしね、自分の弱点がどこかわからないという人は、ぜひね、LINE アットマークの方から相談いただければ、個別にアドバイスしていこうと思っています。ではね、この動画があなたの来年の輝かしい未来を勝ち取る一つのきっかけになれば嬉しいです。ご視聴いただき、誠にありがとうございます。今ですね、この YouTube 未講の LINE を用意しました。シーズンによってね、登録特典が違うんですが、今は3つの特典をご用意しています。1つ目は、偏差値29から最短で偏差値60になる勉強法という、このね、電子書籍、これを LINE 登録直後すぐに送ります。2つ目、早慶英語完全攻略ガイド。これはですね、早慶の長文の攻略法、そして具体的な対策、これを詳細にまとめた、これも PDF の電子データ渡します。すぐ送ります。3つ目のプレゼント、パンと、ね。英文読解でどうしても欠かせない現代文の力講座っていうね、全12校の無料動画をプレゼントします。この動画の概要欄にあるリンク先、もしくは QR コード、あるいは LINE ID から登録ください。皆さんからの登録をお待ちしてます。